こんにちは、みきめぐみです。今日は話がまとまらない人のための言語化のコツについてお話をします。で、結局何が言いたいのって人から言われるのってきついですよね。で、そういうふうに言われちゃう時って結構自分でも途中から何が言いたいのかわからなくなっているっていう状況も多いですので、ますますはぁって落ち込んじゃうんですよね。言いたいことがあるのに言葉にならないですとか、伝わっているか不安でついつい話しすぎてしまうみたいな時、根本的なコツがたった一つあるんです。これさえ抑えれば言語化が必要な場面でのあなたのアウトプットは劇的に変化します。驚くほど相手に伝わるようになるんです。このたった一つのコツについて、まずは映画の感想、次に食べ物の感想、そして仕事の場面、自分の商品の説明を例に解説していきます。ぜひ最後までご覧いただいて、あなたの中に言語化革命を起こしちゃってください。このチャンネルでは話し方を通してあなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントを発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではいよいよ話がまとまらない人のための言語化のコツについてお話をしていきます。最初に質問です。あなたは何かを言葉で表現しようとするときに、自分の考えをどんな言葉にしようかというふうに考えていないでしょうか。もしそうだとしたら、実はそれこそが話がまとまらない、話が伝わらない原因なんです。どういうことかと言いますと、自分の考えを言葉にする、つまり言語化をするとき、まずやるべきなのはどんな言葉にするかではなくって、何を言葉にするかなんですね。何を言葉にするかを決めてから、どんな言葉にするかを考えるという順番なんです。でも私たちはついついどんな言葉で表現しようかというところから考え始めてしまうんです。大前提として、自分の考えていることというのは広くて深い海のようなものなんです。もうどこまで行っても水平線が見えないし、そこももうずっとね、暗闇が続いている、どこまで深さがあるかわからない海だと思ってください。一方で、言葉というのは物やことを部分的に切り取って表現するものなんですね。自分の考えはとにかく広大で深いものなんです。この広大で深いものの何を言葉にするのかということをまず決めない限り、言語化というのはうまくいかないものなんです。いつまでたっても適切な言葉を選ぶことはできないんです。どう伝えようかと考える代わりに、何を伝えようかと考え始めること、これが話がまとまらない人のための言語化のたった一つのコツなんです。それでは具体的に例を挙げながら一緒に考えていきましょう。では一つ目の例は、映画の感想がまとまらないというシーンです。お友達と会話をしていて、この前見た映画面白かったんだよなんていう風にね、じゃあどんなところが良かったのと聞かれて、あれも良かったしこれも良かったしなんていう風にうまく言葉にできない、話がまとまらないなんていうシーンを想像してください。まずはこういう日常のシーンから言語化について考えていくのがおすすめです。映画の感想を話そうとするときに、この映画の魅力をどういう言葉で表現しようかというふうに考えてしまうと、最初にお伝えしたどう伝えようかの落とし穴にはまってしまうんですね。とにかくパワフルでアクションもすごいし、全体のストーリーも飽きさせなくって、あと音楽とダンスもよくってなんていうふうに思いついたことから言葉にすることになったりして、話がまとまりようがありません。映画の感想、つまり自分の考えていることというのは広くて深い海でしたよね。友達との会話で短くサクッと話すのは大変なんです、そのままでは。そこでどう伝えようかと考える代わりに、何を伝えようかでしたよね。この映画の何を伝えようかというところからスタートします。例えばアクションがパワフルで目が離せなかった、どの場面もクライマックスのような怒涛のストーリー展開で興奮した、
音楽とダンスがノリノリで自然と体が動いてしまったとかですね。何を伝えようかというのは、どこを伝えようか、どの部分を伝えようかというふうに言い換えても OK です。こんな風に伝えることをギュッと絞り込むことで自然と言葉が出てきます。考えの広くて深い海を手当たり次第に言葉にしてみるよりも、ぐっと絞り込んで、その絞り込んだ部分を詳しく伝えていった方がずっと伝わる話になるんです。では2つ目の例、食べ物の感想がまとまらない。こちらでもう一歩先の言語化について考えてみましょう。おすすめのスイーツの話をしていて、そのスイーツの魅力、美味しさを伝えたい、食レポみたいな状況だと思ってくださいね。例えばチョコレートでいきましょうか。お気に入りのチョコレートがあって、このチョコレートの美味しさはもう特別なんだけれども、どう言葉にしようかというふうに考えてしまうと、どう伝えようかの罠にはまってしまうんでしたよね。そこでどう伝えようかの代わりに何を伝えようかです。例えばチョコレートですので、何を、食感、そして香りに注目してみるとどうでしょうか。このチョコレートは特に食感が特別でね、口の中に入れた瞬間にとろってとろけて、口の中にオレンジの香りがいっぱいに広がるんだよなんて言うとどうですか。なかなか美味しそうに聞こえますよね。美味しいという言葉を直接的に使っているわけではないんですけども、すっごく美味しいのというよりも、口の中でとろっととろけてオレンジの香りが広がってという方が説得力があるような気がしませんか。美味しいという言葉を直接使わなくても、美味しそうということが伝わって、あ、食べてみたいなという気持ちになりそうですよね。さて、この2つ目の例で注目したいのは、何を伝えようかの何の選び方です。何というのはこう広くて深い海の中から部分を切り取るわけですので、いろんな選択肢がありますよね。チョコレートでしたら、今回の例では食感と香りについて言葉にしましたが、他にも甘さとかほろ苦さ、もしかしたらちょっと味から離れてパッケージのデザインとか作り手のストーリー、そんな切り口もあるかもしれませんね。このいくつかある何という切り口の選び方なんですけれども、一体どこを選べばいいのでしょうか。おすすめなのは、話し手である自分と話を聞いてくれる聞き手双方にとって意味が大きいものを選ぶということですね。チョコレートの食感、香り、甘さ、ほろ苦さ、パッケージデザイン、作り手のストーリー、あなたにとって一番インパクトが大きかったものは何でしょうか。そのインパクトの大きかったものが食感と香りであるならば、それを素直に言葉にするというのが自然ですよね。また聞き手にとっての意味も考えてあげましょう。あなたがもし聞き手であるお友達が、甘すぎるのがちょっと苦手でほろ苦系のチョコレートが好きっていうことを知っているのだとしたら、このチョコレートはほろ苦いということにもね、注目して言語化してあげるとより興味を持ってもらえそうですよね。そんな風に話し手と聞き手にとっての意味が大きいかどうかという観点で言語化をする、何を言葉にするかの何を選択してあげられるととてもいいですね。またこの時、検索すればわかるような情報ではなくって、自分自身が体験したからこそ言葉にできることを言葉にしてあげるというのも大切です。口に入れた瞬間にとろけるとか、口の中いっぱいにオレンジの香りが広がるというのは、まさに体験から話しているわけですよね。体験した本人だからこそ言える意味のある価値のある話ということになります。では最後に、仕事の場面での言語化について例を出しましょう。3つ目は、自分の商品の説明がまとまらないという例です。自分が扱っている商品やサービスに自信があるからこそ、その魅力をお客様に伝えたいと思うと、ついつい話が長くなりがちというのは結構あることですね。今回の例では、あなたは占星術、星占いの鑑定のサービスをしているとします。
いかにも形がなく抽象的で言葉にするのが難しそうなサービスということで、この例にしてみました。占い師になったつもりで一緒に考えていきましょう。さて、自分の占い鑑定のサービスをどう言葉にしようかと考えると罠にはまってしまうんでしたよね。このどう言葉にしようかという方向性で言ってしまうと、例えば自分らしく生きられるようになる占星術鑑定ですとか、自分のことも周りのことももっと大切にできる占星術鑑定なんていうふうに、ちょっとふわっとした抽象的な説明になりがちなんですね。特にこういうスピリチュアルとかコーチングとか、形のないものですよね。そういったものを扱っている場合はこういう抽象的な説明でまとまりがない、よく伝わらないということになりがちです。ではどういうふうにしたらいいか、どう伝えようかではなくって何を伝えようかと考えるでしたよね。そして何を選ぶ時の切り口は、自分と聞き手にとって意味が大きいこと、体験というのをキーワードに選ぶのがいいんでしたよね。それを踏まえて言葉にしてみると、例えば自分に合った働き方が見つかる占星術鑑定ですとか、パートナーとの会話が増える占星術鑑定なんていう風にしてみるとどうでしょうね。商品やサービスをどう言葉にするかではなく、何を言葉にするかと考えることによって具体的になって訴求力が高まります。自分のことも周りのことももっと大切にできるようになる占星術鑑定と言っていたのを、パートナーとの会話が増える占星術鑑定としてしまうと、お客様の範囲を限定することにはなってしまうんですけれども、言葉というのは初めにお話しした通り物事の一部分を切り取るものでしたよね。限定するというのがそもそもの役割なんです。切り取ること、限定することが甘くてふわっとした言葉の状態だと、言葉の力はぐっとダウンしてしまうんですね。思い切って何を言葉にするのか絞り込むというのが効果的な伝わる言語化の大切なポイントなんです。それでは今回の動画をまとめます。どう伝えようかと考える代わりに、何を伝えようかと考えること。最初は慣れないかもしれないですけれども、映画の感想とか食べ物の感想とか気楽な場面から試してみてくださいね。何を伝えようかって伝えることを決めたら、その後にどう伝えようかというふうに考えてみるといいでしょう。何を絞り込んだ後ならどう伝えようか、言葉の表現や例え話を入れるとか、エピソードを入れるとか、話し方を工夫してみるとか、そういうこともきちんと効果を発揮してくれます。とにかく最初は何を伝えようかというところから始める、これをね、押さえておいてください。このチャンネルでは声や言葉、コミュニケーションを通してあなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、使えそうだよという方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。ありがとうございました。またねー。